こんにちは。今回場合の数の道順の問題になります。はじめに問題の内容を確認しておきますね。図は同じ大きさの小さな正三角形を36個並べたものです。この正三角形の辺上を動く点 P があり、はじめ点 P は点 A にあります。点 P はこの小さな正三角形の辺上を1秒間に1つ移動します。こういうふうに行ったり、こういうふうに行ったり、ここからこういうふうに移動したりします。そうすると点 P が4秒後に初めて A に戻ってくる。こういうふうな進み方が何通りありますか。ただし点 P は同じ辺上を何回通っても構わないですが、辺の途中ですね、途中で戻るような進み方、これはしないものとします。それでは今から問題を流します。問題を解きしたらその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。こういうふうに動く点ですね、この場合 P ですけれども、最短距離ではなくて進める方向ですね、どのようにでも進んでいってもいい、かなり自由度のある動き方をしますね。ややこしくなってくるんで、1秒ごとに到達できる場所ですね、そこまで何通りの行き方があるかっていうのを変えていく方法があります。具体的に図を変えていきますね。はい、こういう図を用意しました。上の部分いらないですね。ここ出発して4秒で A に戻ってくるんだったら、例えばこう行ってこう行って、これで2秒ですよね。ここ行ってしまうとあと1秒で A には戻ってくることができないです。だからこの部分とかこの部分ですね、この部分、これは進むことができないとこなんで、こういうふうに正六角形の形だけですね残して書きました。ここが点 A とします。そうするとここ出発して1秒後にどこにいるかっていうと、ここから進む方向ですね、こう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 。中心から6方向全部進むことができます。それぞれの点で進む場合の数ですね。これ考えていくと、当然まっすぐしか行くことができないわけですから、ここが1通り、ここが1通り、ここが1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 ですね。これ重ならないように2秒後っていうのも同じように考えていきます。もちろん、ここからこっち方向には戻ることができないですね。ここの点から進める方向は、こう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 。5方向になります。ここからここに行く方向ですね。ここが1通りです。じゃあ、この点はっていうと、こっち側からもこっち側からも来ることができますから、これ2通りです。このように、ここの六角形ですね。ここは1、2、1、2、1、2、1、2、1、2と、こういう風になってきます。じゃあ、ここからこっちにも行けるんですね。ここからこっちにも行けます。同じように、この点に来るんだったら、ここからこっち、こっちからこっちです。ということは、この内側の正六角形ですね。ここに関しては全部、隣の辺から、ここから来るっていうのを数えていって、全部2になりますね。これ、頂点にも全部書き込んでいくと、真ん中の点ですね。これが2でした。そして頂点ですね。これが1になります。全部書き込んでいきますね。さあ3秒後です。3秒後にも同じように書き込んでいけばいいんですけれども、4秒後にここに戻らないといけないわけですね。っていうことは、あと1秒でここに戻ってくるためには、ここ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 ですね。それぞれの点に対して進み方ですね、何通りあるかっていうのを考えてあげたらいいです。じゃあこれを考えるのに、前のこの図ですね、これを参考にして、ここに来るためには次ですね、一辺の間で進めるもの、2、2、2、2、1ですね。これ足したものになります。っていうことは、ここは9通り。同じように考えてあげたら、すべての点ですね。この頂点 A を囲む正六角形の頂点。こういうふうに9になります。ということは、ここを通って9通り、ここを通って9通りっていうふうに全部考えていくことができるんで、これ 9×6 で、54通りと。こういう風に出すことができます。ただこれ全部図を書いていくって結構めんどくさいですよね。そうすると対称性っていうのを利用して考えていきたくなります。どういう風にするかっていうと、まずは、まあ絶対に通らないであろう、こういうようなところですね。これ消しておきます。そうすると最初の1秒で進む場合、こう進んだ場合、これを考えてあげれば、こっち行った場合、こっち全部一緒のはずですよね。ここ行った場合を考えて6倍してあげたらいいです。さらにここに来た場合、次の1秒で進む方向ですね。初めて A に戻るって書いてあるから、こっち側は行かない。こっち側か、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 こっち側。この1、2、3、4、5通りについて考えていきます。まっすぐ進んだ場合、こういう風に進むと2秒間で A に戻るためにはこう行くしかないわけですね。同じ道を戻っていくしかないわけですから、これ1通りです。じゃあこっち行った場合どうなるかっていうと、2秒間で A に戻るためには、ここ行くとこ
方前に行くか、元来た道を戻っていくかで2通りです。じゃあこっち行った場合、この線に対してこっち側の道って対称ですよね。これが2通りだったらこっち側も2通りになります。こっち側に対して、ここまで来ました。2秒で戻ろうと思ったら同じ道を戻るか、ここからこう行くかですね。これについても2通りです。ということは対称性考えて、この道通った場合も2通り。こっち行った場合は2が4つと1ですよね。全部で9通りあります。9×6。こういうふうに対称性を利用して進み方ですね。54通り。こういうふうに出すこともできますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。